ヨーブラザー、白瀬ゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただきましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。後悔はさせません。今日は昨日フィルターを引いたんで、いろんなボスとね戦ってみようかなというところです。一応まだ引いてない人とか引いたけど育ててないって人いましたら、こんな感じで育てれば、あ、こういう感じでボスと戦えるんだなみたいな、あの感じでイメージつけてもらえばなっていう感じです。で、相方はゆくあき、僕は一番ね相性のいいキャラクターなのかなというところで、ゆくあきと二人旅っていう感じでちょっとやっていきたいと思います。で、武器はあのゴマを持ってない人のために、まあ科学で、ただゴマをないから使わないとかじゃなくて、別にこっちでも使えるんだよとか、そういう意味合いで使ってます。で、ビルドに関しては生物は魔女4セットで、熟知、元素ダメージバフ、熟知っていうような生物の構成になってます。一応そんな形でいくつかボスね、このままノーカットでお届けしますんで、ぜひ最後の方までご視聴よろしくお願いします。で、狼アンドリアスなんですけども、まあ、氷キャラな、氷の敵なんですけども、ゆくあきって元素スキル発動するときしか自分に水を付与しないんで、凍り続けることがないんで大丈夫ですね。バーバラみたいに随時継続的に水付与しないんで、基本的に凍ることはあんまり意識しないで、普通にスキルとか打っちゃって大丈夫ですね。こんな感じでクリアできます。タルタリは基本的にそうですね、第1段階、第2段階とあるんですけども、基本的にそう、第2段階のやつはもうゴリゴリでね、押していけばいいんですけど、第3段階のに関しては結構モーションが多いので、まあ、距離感と、あれを、まあ、見極めてやれば、まあ、ダメージはそんなかからないのかなと。ただまあ、中段耐性もついてるんで、まあ、結構ゴリをゴリでいける場面は多いんですけど、まあ、多少ね、火力が高いんで、そこを気をつければ。こんな感じでクリアできます。はい、トワリン。トワリンはですね、まあ、同時火力出せる、まあ、ゆくあきとフータオで、高火力のフータオで戦えば、まあまあ倒せるってところでしょうか。ただまあ、一番難しいのはね、トワリンはこう、頭に乗っかるところでしょうかね。僕は一番難しいのはそこだと思います。
もうこれは得意分野の塊でしたね、アレクに関しては。まあ最後の壊しも炎の歌うでできるし、まあ行く秋で刈り子も出す、同時刈り子も出すし、まあ、かなり相性のいいペアでしたね、これは。まあ、爆炎樹と、まあ、こっちの氷頭樹に関してはもうコアコアしですね。それがもうそれだけです。ただ行く秋と風太郎で分かれてるんで、どっちとも戦えるんじゃないですかね。やっぱ最後はあれですね、ガス欠になっちゃいましたね。まあ、回復手段が行く秋の割れてくのと元素爆発ってとこしかないんで、ちょっとねチャージ効率をしっかり持った、まあ、封筒、あるいは回復重視の行く秋の、まあ、設定とかにしなければ結構難しいのかなと思いました。ただシールド系の勝利とか入れていけば全然問題ないと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただけましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。